ビデオダイアリー August 13th 2022バイヒロシハヤシハメメメシティジャパンビデオ日誌2022年8月13日林ヒロシですおはようございますただいま時刻は午前6時7分ぐらいかな、えー、大変早いですね早い朝早いですで今日は今一本ねあのー ナスカ理論についての動画をアップロードしていますので、えー、それが終わるまでにですね、えー、のアップロードじゃないレンダリングをかけてますのでね、それが終わるまでに、えー、ビデオダイリーを作っておこうと、まあ、日記の方をね、今日まあ最初に作るというわけです。はいまあ、それはいいんですけどもね、あのー、思いついたまま話しますけども、ごめんなさい。一 <laughs>、えー、昨日い、きだったかな。 アイさんという方からですね、コメントが入りましてね、まあ、そのアイさんという方、はじめね、男性名でコメントを書いてきてくださったんですけども、男性の方かななんて思ってたんですけどもね、まあ、だんだんあの文面からですね、女性の方だということは分かっていましたけども、まあ、どうやらお母さんにあたる方なんですよね。で、まあ、そのコメントの中にね、娘と二人でいつも楽しんでいますということだったんですね。アイさん、ありがとうございます。 でそういうコメントをいただくとですね、えー、なんて言いますか、やっぱりね、男なんですね、嬉しいというより心恥ずかしいと言いますかね、でその愛さんがね、コメントの中で書いてきてくださったことはですね、もっとね、私の顔をね、出してほしいっていうんですよで、私ね、はあっていうふうに、まあね、こんな顔ですからね、物性帯顔ですから、どうしようもないかなっていうふうに思って。 ているんですね日頃はね、今でも思ってますけどもね、でまあ今日はですねビデオ代理をですね顔をですね大写しにして、まあ、しかしね、画面上でね小さくすればいいわけですからね、画面ということは、編集画面上でね、同じことですけどもね、まあその顔をね出して、まあ、ビデオ代理を作ってみようというふうにふと今思いましたので、ね、時間がありますから、ね、今、えっと、59%ですから、まああと少しですよね。えー、ですから15分 計算上は15分ということになりますけどもね、その間にビデオダーリーをまあ皆さんにお届けします。で、昨日はですね、ナスカリ論についての特集を組みました。一昨日はですね、ミケランジェロについての特集を組みました。で、今日もですね、まあ、ナスカリ論あるいはもう少しね、宇宙的な視野でね、まあ、皆さんにね、あのー、この地球システムものを考えていただきたいなというふうに思ってますので。 視点を広くしてです、ね、宇宙から見た地球というのはテーマで、ね、考えてみたいと思います。でふ,ふと、ね、先ほど思ったんですけども、まあ、要するに私の動画というのはです、ねまあ、その都度大きな大きな抵抗といいますかね、まあ、その反論というよりも攻撃に近いです、ね、誹謗中傷非難を受けてきました一番最初に感じたのはやっぱりあのギリシャ彫刻は 3D コンピューター説ですよね。 それから次に大きな、まあ、笑い皆さんの、ね、笑いの種になったのはですね日本の時イコールビマーナ説ですよねいわゆる宇宙船説ですよね。 まあ、あの土器、誤解なさらないでくださいねあの、食器として使われた土器もあったようですね、有効ふたつき土器とかね、今、いろんな名前がついてますけれどもねその、いわゆる、まあ、火炎土器に代表されるように、ですねああした土器,土器というのは、ですねつまりは UFO ですね、今で言う UFO、カメですよね、カメ、カメ。古来、UFO のことを、ですねどうやら日本人はカメと呼んでいたみたいですね、カメ。 な亀の甲羅ね、丸い甲羅に似てるものですから、それで亀、亀と言っていたみたいですね、それが転じて、まあ、あの亀、亀になったと、まあ、亀というのは土器のね、食器の亀も、まあ、兼ねているわけですけども、ね、その証拠にあちこちの神社を、神社とか仏閣を、ねまあ、回っていただきますと分かりますように、例えば分かりやすい例で言いますと、伊勢神宮の下空へ行きますとね、あの亀石というのは置いてありますね。あのまあ渡り渡り 橋のようになっているんですけどもね、亀石ってなるわけですけども亀というのは全国どこで,どこでもとか、まあ、至るところにありますからね、亀はつまり信仰の対象になっているわけですね。なぜ亀が信仰の対象になっているかというと、やはりそれにふさわしいショックをですね、その当時の人々が受けたということになるのではないでしょうか。その例えば、ビマーナにしてもですね、インドのビマーナ、東南アジアのビマーナにしてもですね、あのビマーナというのは2つの意味があるんですよね。1つはその 宇宙船としてのビマーナ、古代のね、宇宙船としてそれをビマーナと言っていますよね。と同時に、それを伏せた形でね、伏せたというか、日本の方が逆さまなんですけどもね、伏せた形であの、いわゆる寺院が立っているということです。ですから寺院とビマーナというのは基本的には同じ形イコール、それが日本の土器の形へとつながっていくわけです。まあ、それは当初からまあそれ発表しているわけですけどもその、そういうところからですね、いわゆる日本の土器イコール、 古代のエイリアンたち、あるいは神と呼ぶ人たちが乗ってきた、まあ、いわゆる宇宙船である説、バイハヤシ説を発表したんですけどもね、まあ、例によって、ね、力を得てますかうとにかくまあひどいことを言われましたね、はい、で、先ほどのそのギリシャチョーク 3D、えー、コンピューター説もですね、まあ、私、本当にピンチヒッターでね、その時ずっと私の、まあ、ファンでね、世話になっていた方がですね、世話をしてくださった方がですね、 まあこういう相談だったんですよ、今度、えー、なんとかテレビに出ることになったんだけども、まあ、その方がそういうふうにおっしゃってくださったんで、ね、そのまま話しますと、それは事実ですから、あの私よりもね、あなたに出てほしいと、だからあなたに席を譲るからどうか出てほしいということを、度も何度も頼まれたんですよ。でで私はですねまあ、その まあ、なんて言いますかねその頃は物珍しさもあって、1回だけねそのテレビに出たんですよ、その録画撮りのときのことだったんですけれども、その司会者のね、まあ、RX というねお笑いタレントが、ですね私がですね、まあ、そのギリシャ彫刻はコンピューターで作られてますってはっきり言いましたらね、そうしましたらね突然表情を変えてね、 ーさーん「あんたんた頭おかしいよ頭おかしいよ」ってねかんだかい声で叫びましたね。 で私は向きになりましてね、こう言いましたよ、私、今、あなたがそう言ったから、人のことを説明していると、ね、人の話を十分聞かないで、次のパンパンと跳ね返してくる、だからそれについてまた語ろうとしていると、またパンパンと話して跳ね返してくる、それじゃあ私の方として何も説明できないじゃないですかって言って,言って、怒鳴っちゃったんですよ。それで、まあ、私はですね、まあ、いわゆる放送事故らしいことを起こしてしまったんですよね。まあ、そういう経緯があるんですよ、まあ。ともかく私が言いたいことは何かというと、ですねギリシャ彫刻はあコンピューター説ってことを、あの はですね、それですそれらいい大きな抵抗があったととうことですそれから、まあ、縄文土器についてもそうですよねで、さらに大きな抵抗を受けたというのはあ、やっぱりナスカ理論でしょうね、ナスカ理論でそのナスカのラインは、ですねつまり、まあ、神々がです、ね、人間に残した遺産,遺産ラインだという私の説なんですよね、つまり、えー、それぞれのラインは遺跡に向かっているんですよ。 しかしそう、関連のある遺跡というのは一つのプラットフォームに集まるんですよね。まあ、そういうことも発見した後にですねナスカ理論というのを少しずつ発表した,したわけですけれども、あのナスカ理論というのは受けてくれ、受けてくださる方は大変ね、強い、あのなんていますか、支持を私に寄せてくださったわけですけれども、そうでない人はもう、 まあはっきり言えばクソ味噌に叩きましたねで当時今からちょうど10年前ぐらいですけども10年ほど前ですけどもそれをまあ発表し始めた頃にですねまあすでにねこの世界にはまあ有名な方たちがゾロゾロと言いましたのでねそういう人たちからの攻撃が極めて激しかったですねでまあその当時ねその youtube を使ったその対談形式のねあのまあそういったその YouTube 動画も流されていたんですけど、その中でもね、何度も何度もね、私の説を揶揄してね。まあ 楽しい人がいらっしゃいますね。と、横にいた男がですね、ははははははって笑ってましたけどもね、まあ、それぐらいまあいろんな抵抗を受けたわけです。今ですね、例えばダ・ヴィンチは存在してなかった、ミケランジェロはですね自分では彫刻,も絵画も彫刻も彫刻も彫っていなかったし、絵画も描いていなかったという,ような説をですね、まあ、出していったわけですけども、その都度大きな大きな、なんて言いますか。 抵抗というよりも、ですね、世間的な嘲笑の的になりましたね。その当時、面白いことがあったのは、ですね、あのー、ストーンヘンジね、もうあれは2013年ごろに,その10に入,っ、ま、入る前だったと思いますけどもね、あのー、突然ね、あのー、ロシアのね、 いわゆる KGB を名乗る、まあ、そこら辺がよくわからないところなんですけど、もね、まあ、嘘か本当か、そ,それはどちらでもいいわけですけども、も KGB を名乗る方からです、ね、そのストーンヘンジは偽物であるという写真をです、ね、一度、3四4 0枚送っていただいたことがあるんですよ。 それ見たときはびっくりしましたね。で、まあそれはそのまだね、あの少し見てもそのそういうスタを上げている人はいなかったもんですからね。私はそれをその写真をそのまま紹介しました。まあそれはねある意味でイギリス政府をですね、まあこうからまあまあ対してですね、まあこうからそのまあイギリス政府を非難するっていう形になりましたけれどもね。で私は構えていたんですよ。その時にですね、あの出した直後ですよね。まあその。 ともかくね、またその同じ方からですね、まあ、こういうあの、またメールがさ、さらにメールというか写真がですね、さらに40枚近く送られてきたのかな、そしてこう書いてありました。もしもあなたがイギリス政府に攻撃されて、避難されたら、この40枚を発表しなさいと。そう書いてあったんですよ。 つまりその、私の手元には70枚か100枚近く写真が集まったわけですよね。で、私はその,その言われた通りにです、ね、最初の3、40枚を発表した後ですねしばらく待ってましたら、もう全世界的に、ね、それがわーっと出てきたわけですよね。 でまあそのイギリス政府からどのような反応があるかなと思ってね、冷や,冷やしたところもあるんですけどもね、しかし、何もありませんでした、でしばらく1年ぐらい経ってからかな、あ,のあちこちをですね見ていましたら、まあ、その写真って言いますかね、最初に送ってもらった写真っていうのは、一般的にがーっと広まったわけですね、わーっと広,が広まったわけですね、そうしましたら、ですね2度目にその KGB を鳴る人から送ってきた写真が、ですね実はあちこちでもうすでに発表され始めたんですね、1年ぐらい来てから。 わかっていただきますかね最初に送っていただいたのをグループ A としますよね、それ私は私、すぐ発表しました。しかし、その後ですね、しばらくしてからですけれども、記憶ありませんけれどもねあの、もし君がね、窮地に立たされたら、いわゆる、まあ、イギリス政府から避難,にた避難されたら、この動画も、この写真も発表しなさいと言って、さらに30、40枚、40枚、まあまあ、それは全部あの発表してますから、皆さんで見てください、あのー、林宏、ストーンヘンジで出てきますからね。で発表してあのー それを差し控えていたわけです。というのはその約束ですからね。一応まあ、一方的な約束かもしれませんけども一応ね。その方に対する。まあ、その何て言いますか？敬意を表して。 持ってたんですよねそうしたら1年ぐらいしましたら、グループ B の方の写真がですねあちこち紹介されることが分かりました。それで私はですね自己判断で、まあ、私の方でね40枚、その後でいただいたね送っていただいた写真をその発表してもいいんだということで発表しました。で今は、ね、両方とも発表してますけどもね、ね、まあ、そういう記きの中でストーンヘンジ、あるいは認識、封鎖の戦後、1952年以降にですねイ,イギリス陸軍が中心となって作られたまあ 製造されたと言いますかね、いわゆるディズニーランドのシンデレラ,ラジオと一緒なんですよ。ハリボテでコンクリートで作ら、まあ、中には残っていた石も集められて、ですね、同じように建てられて復元されたのもあるんですけども、まあ、そういう形でその作られた、まあ、いわゆる、まあ、 意思的には大変意味のある場所なんですけども、例えばのオーベイリホールというのは大変意思,意思的には重要な位置を今,今でも示してますけども、まあ、その意思的にはストーンヘン自体の意味があるわけですけども、遺跡としてはもう全く意味がないわけですよね。まさに、えー、ディズニーランドのいわゆるまあシンデレラ城と同じだという印象を持ちましたけどもね。まあ、そういうこともあって発表したんですけども、私はあの時おかしいなと思ったのはですね、何がおかしいかというとですね、 私よりもですね、まあ、ストーンヘンジというのは、ですね、私も学生時代からも知ってましたから、そういうものがあると、そして日本人の、まあ、研究者、考古学者たちがですね、こぞってですね、ストーンヘンジへ出向いて、そして寝泊まりして、ですね、そしてそのストーンヘンジの、ね、位置、場所をですね、ミリ単位で測ったりしてね、それはその。 専門学的な意味があるんだと、いわゆるそのストーンヘンジを、ね、その見ると、の星の位置と一致するとかね、例えば月詞だとか、当時の位置には太陽の光線がここから入って、ここへ影を落とすんだとかという説明を私は知りませんけど、まあ、詳しくは知りませんけども、そういう話というのはもう私が学生時代からもう私の耳にずっと飛び込んできてはいたんですよね、してたんですよ。 で私は何がおかしいかというとです、ね、その後、ね、私が1952年に使われたという、まあ、ストーン・エンジンの,、ねそのまあ、遺跡がです、ね、偽物であると、それは現在までその疑,問はつな疑惑は続いているわけですけれども、そうしたその研究をした日本人の学者の先生たちがです、ね、誰一人としてイギリス政府に対して抗議の念を、抗議の言葉を 声をを言っててまますか叫びを上げてませんねつまりはっきり言えば、日本の考古学者やねああ、いわゆる歴史学者の先生たちは、ですねあのストーンヘンジに騙されたわけですよね、イギリス政府に騙されたわけですよね、しかし、イギリス政府はもうずっと黙りを決め込んでいたわけですけども、あんな,あんな遺跡だったら、ですね現地に行って少し調べれば、ですねコンクリート製なのか、あるいは岩でできてるかなどというようなことは簡単に分かったはずなんですよね、まあ、一部コンクリートで埋めらられたところもありますからね。 しかし、そういうことを、ね、何も疑問を持たないで、ねまあ、イギリス政府というか、イギリスの、ね、そうしたスト,ストーンヘンジをです、ね、鵜呑みにしてしまってです、ね、そして、まあ、どれぐらい言ってますか、おびただしいおびただしいとも言いませんけども、ね、ああした研究というのは、大体、ね、政府から、ね、研究予算を取り付けてです、ね、いわゆる、まあ、研究費を、ね、文,文科省の,、ねまあ、の,その中,中央にいる人がです、ね、研究予算をこう振り分けるわけですよね。つまり あああた研究ののの基本にあるのは国の予算なんですよね、まあ、そういうのですから、本人たちはそれでその懐は痛まないのかもしれませんけども、私はだけども、私がそんなのね、そういうことをした研究者であるならばですねい、一番にやっぱりイギリス政府に抗議したでしょうね、君たちはそういうことを知っていて、いわゆるその本物であるように見せかけてね、全世界からね、研究者を集めて研究をさせてたのかと。ということで、いわゆるまあ、 嘘はついてないけども、本当のことは言わなかったという意味で、不作為による虚言なんですよね。いわゆるま本当のことを言わないということは、不作為による虚言なんですよ、嘘なんですよ。ですから、それに対してね、もっと怒っていいわけですよ、怒ってね。しかし、そういう怒りの声っていうのは、今に至るまで全く出てきてませんね。ですから、今に至るまで私は不思議だなあと思いますね。そんなに日本の研究者というのは、前、まあ、ね、はっきり言えば。 中旬なのかな、おとなしいなのかな、やわなのかなということなんですけどもね、私だったら怒りますよ。ねイギリスまでね、行って、1年も2年もね、寝泊まりしながら研究してですよ、測定までして日本へ持ち帰って、その研究を発表していたと、しかし、その,あのストーンヘンジがですね、つまりは一度は、ね、破壊され尽くしてしまった遺跡であることが後で、ね、分かったらですね、井の一番になんだこれはと言って、怒るのが当たり前なんですけども。 誰一人そういう声を上げなかったっていいうううのも不思議ですね、まあ、そういう場面というのはこの、こういう研究を調べているとよくわかりますね。例えば、あのね、あのなんとか毒殺事件を起こした、ね、あの X という教団がありますね。でそれに対して当初はです、ね日本、いわゆる仏教のいわゆる神髄をそのあの教団はその表現、まあ、いわゆるその言ったものだということでね。 T 大学の、ね、学長までなさったような、ね、その仏教研究の研究者の先生までそうおっしゃってましたからね、つまりそのその後ね、X 教団は大変な事件を起こすわけですけどもね、そう,です、まあ、そういうことに対しても誰も責任を問わない、誰も、ねそのえー、T 大学の,その,あの教授に対して責任を問わない、おかしなことが起きてますね。 でその肝心の,そ,のそういうことをその発表したその先生はです、ね、だんまりを決め込んでましたね、それからその後日本を代表する、まあ、本当にその名を言えばです、ね、誰でも知っているような、あるね、もともとはね文学者といいますかあの作家、作家団だったんですけども、まあ、日本でもね有名な方なんですけど、その Y さんという方にしてもです、ね、当時はあの X 教団を褒めてましたね。 しかし、その X 教団が大変な事件を引き起こして、まあ、それこそ、ね、機動隊が入ってとっていうような事件を起こしたんですけども、まあ、それに対しても、だんまりを決め込んでる、イコール誰も言わない。しかし、それ以上に不思議なのはです、ね、日本の仏教界ですよね。ああした、その教団が生まれたとしてもです、ね、誰一人仏教論をあの、なんて言いますか、まあ、自分なりの,、ね、その仏,仏教界というのはあるわけですから、強大な、つまりその。 多くの数の、ね、僧侶たちが集まっているそういう教団が、教団とか組織があるわけですからね、どうしても,もっとねその、仏教論をね、ぶつけていかなかったのかとい,いうことなんですよね、要するに、みんなであまりを決め込んでいて、そして今、なんて言いますか、最後にね、その X 教団がの教祖がですね、教祖というか指導者がですね、逮捕される、そのプロセスの中でも、その後でも、今でもそうですけれども、誰一人、そういうことに対してね、いや君たちのね、仏教論は間違ってる。 ということを言って、その議論していく,いくようなまあその僧侶がいなかったということですね。まあ、現在、今ね、あのぜまあ、日本ではあるねキ、キリスト教会系のね、あのー なんとかね、教団っていうのが、いろいろと問題になってますよね、霊感商法でね。しかし、それに対して、どうして日本のね、キリスト教の、まあ、大体見いわけです聖職者でもね、牧師さんでもいいですけども、そうしたそのキリスト教っていうものをね、研究しているような、進学者の方もいるわけですから、どうしてそういうことに対してね、自分たちは、そうあなた方のその、まあ、その霊感商法をやってるね、Z 教団ですよね。 あ今、今大変ね話題になってますけども、その盗教団に対してね、今自分たちの,そのおしち考えをです、ね、あなた方の,そのキリスト教に対する、キリストに対する、まあ、いわゆる考え方は正しくありませんという,ような形で,です、ね、挑戦していかないのかということなんですよね。考えてみれば、一連の流れの中で、一方ではです、ね、その私は今、自信持っていますよ、あの日本の土器というのは、あるいはビマーナです。 逆さまに日本では、ね、全部逆さまにしてあの、上をね、広い口の方を上にして立ててますけども、あれは逆なんですね。つまり、ビマナ型のロケットである。どうついでに言えば、あの日本人ってのはみんな逆に伏せて、あの伏せてますから、逆さんにして陳列する癖があるんですね。あの 埴輪にしてもそうですね。全国どこの、あの、前方、後園風の現場行っても、あの、はにが見つかるわけですけども、全部上を、あの、ラッパ型にして、上を広くして、下を小さくしてますけど、あれ全部逆さまなんですよね。実際にあの、あの、そのくっついてる、 埴輪も見つかっているんですけどもね、あるいは例えば、例えばですね友形、えー、埴輪っていうのは、友の形とね、友、まあ、って言ってますけどもね、あの矢,いてに矢を射るときに作る本業具ですけどもね、友形埴輪なんかはちゃんとあの上を狭く,狭くて、下が広いのをあの表現した埴輪もあるわけですからね、そういうことを考えますと、日本はどうしても癖なんでしょうね、民族的な、逆さまにしておくわけですよ、土器もみんな全国、どこのあ高校館行っても土器は全部逆さまにして陳列してありますね。それから あの今言ったハニワも逆さまにして前方後円府の周りに並べてますよねな。どうして逆さまにするのかなと思うんですけれどもね、いわゆる逆さま思考なんですよね。 まあ何でも何でもトライトライトライ、外国から来たからトライトライトという発想と、どっか逆さまだというのと、どっかね概念的になんか結,びつか結びついてませんね、関係ないんですけども、そういう形で逆さまに送って、要するに話戻しますとね、いろんな形でね、もっともっとね、自分のね研究していること、自分のしていることおかしいものはおかしいんだと声を上げる、そうしたその精神そのものですよね、つまりその反発精神というのは、日本人には少しかけてるんじゃないかとね、私は考え思ってますね。ししかし 私はですねそういうものを見ると、まあ、即座にね、そのおかしいものはおかしいんだと声を上げるわけですよね、まあ、上げてきたわけですよ、そして、まあ、現在、まあ、いろんな説を発表してますけれども、例えばね、レオナルド・ダ・ヴィンチの発表したモナリザにしても、ですねと、まあ、っかかりはやはりあのモナヤング・モナリザの絵の背景にね、描かれている風景が、火星の大地と一,一致したっていうところなんですけれども、そのあたりからですね、まあ、そのいろんな話へと発展しているわけですけれども、調べても調べてもダ・ヴィンチの姿っていうのは出てこないんですよ。ミケランジェロは出てきたわけけですけどもね しかし,でし,かしとかそうう、そういうことを踏まえてです、ね、ダ・ヴィンチは存在しなかったんだという説を発表しましたら、やっぱりね、まあ、やん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 でね、あのあタおかだとか、頭はおかしいこと頭おかってとうんですけどね、この世界では、林博士はアタオカだ、今、レンダリングが終わりましたね、あのそういうそのことで叩くわけですよね。 激しいですよ今でもまあボロクサに叩かれてますねで最近はパブロパブロピカソのねあのゲルニカについてあれは反戦絵画ではなくて神々のオールキャストと描いたものだという説を発表してもまあね未だにあのね あ,のあちこちのニュースサイトを見ていると、あのゲルニカ、当たり前ですけどもね、林博士のねどこの馬の骨かわからないようなね、元塾教師のね、いうような意見っていうのは、一文の価値もないんだってない、この世間、一般のね、通念ですからね、ですから、まあ、仕方ないなと思っているわけですけどもね、仕方ないというのも、そ,そういう抵抗っていうのは、私の世界ではつきものですからね、つきものということは、もう当たり前のようにね、叩かれてきましたので、そうして並べてみるとですね、まあ、そういう意味では、 いわゆる、まあはい、強くなりましたけども、ね、しかし、順に話してきますと、ギリシャ上刻はどう考えても、いくら調べても、あれこれね、それを補完するような証拠というのは次から次へ出てきましたから、まあ、要するにどこからどう調べてもあれはもうコンピューターで作られているんだということですよね。とととついでにはミケランジロの彫刻したのも全部コンピューターだということです。それからあの ダイビン書の描いた絵も、ね、全部コンピューター製だということです。まあ、そういうふうにして分かってくるものですから、今はね、昨日のうはおとといか、ミケランジョロのあはです、ねまあ、その自分では絵も描いてないし、作品も残してない、まあ、絵も描いてないし、彫刻も彫ってないということをです、ね、7つの証拠を挙げまして、ね、皆さんにお届けしました。えー、ですね、まああので でおあの皆さんにお届けしましたので、ね、興味のある方は、ですねどうかその林博士のホームページの方からですね4011へ進んでいただいて、ですね見ていただければ結構です。また大きなね抵抗反、反応があると思いますけれども、私はもう、いわゆる、まあ、証拠主義ですからね、ですから、いくら批判されようが、ね、ひ誹謗されようが、非難されようが、否定されようが、ね、私はそうではないと確信をしてますから、そのそれは。あの どっかの、ね、パクリ屋さんとは違うんですよ、あちこちから情報を集めてね、面白おかしくドラマに仕立てて、ポンと出す、そういうのと違うんですよ、私は。全部1から0から、0からですね、全部一つずつ証拠を集めて積み重ねてきて、この10年間で、まあ、そうした結論に達しているということですから、あの安心してねという、そういう意味では、そのインチキな、あるいは情報コレクター的なね、ソロンスなんていうんますか、どっか、あなんてますか、怪しげな人間ではありませんからね。 もう非常に論理的なんでしょものの考え方、子供の時から。 理想的、論理的。まあ文化系に入りましたけどもね。しかし、ものの考え方は理数系の方には負けないほど論理的な部分があると私は思ってます。まあ、それは自己評価ですけどもね。しかし、非常に論理的なものの考え方をする人間だと、自分でもね、まあメタ認知能力でね、客観的に判断しても、そのように思うところが多いわけですけどもね。まあ自分ではそう理解けだと思ってますけどもね。しかし、そんな私がですね、ゼロから積み重ねて、そういう結論に達しているわけですから、まあ反論もともあるでしょうし、 それはそれとしてね、まああの、私は真摯に受け止めますけれども、しかし、私の皆さんに,てて、まあ皆さんにね、提示できるまあ動画としてはです、ね、まあ、そのあたりに集約されてきているということになるわけです。きょうもです、ね、ナスカ理論、昨日の昨日の午後からです、ね、午前中はちょっと別の動画をやっていたんですけれども、午後からまたナスカ理論に戻ってきました。でナスカの,あのライン群というのはです、ね、神々が人間に残した歴史遺産ラインであるということなんですね。まあ、それも昨日のの動画の中で 第9号でそれを発表したのかな ?4012、ね、の第9号でそれを発表しましたけども、あれを見ていただくとですね、そ,のそうしたそのナスカのライン群を引、ね、いたのは誰かということも皆さんに分かっていただけるようにしてあります。まあ、少し長い動画にな,なってますけどもね、しかし、まあ、人間の歴史というよりも、 地球の歴史というよりも、ですね神と人間の織りなす地球史というものをですね、まあ、再確認していただくためには、大変重要な動画かと思いますので、まあね、短期を起こさないでね、まあ、じっくりと見てください。まあ、いろんな、ね、巷には情報が氾濫してますけども、私は今ね、私たち人間が見直すべき情,情報というのは、ですね神と人間が織りなしてきた、つまりは、いわゆる新地球史ということになるわけですよね。 神の存在を改めて皆さん認めましょうというのが私の基本的なスタンスということになるわけです。 まあ、とそういうことで,です、ねえー、私が今、皆さんにお伝えできることはです、ね、まあ、今日う、これからもう少し、ナスカ理論を攻めてです、ね、その一方で,です、ね、まあ、逆にとんでもない説というのもで、まあ、あるわけですね。私が、まあ、自分が、ね、とんでもない説ばっかり言っているのにね、他人様の説をとんでもせってということは失礼なんですけども、まあ、そのとんでもない説をう人は人とんでもせ説の一つ、グループみたいなね、あるパーセントであるんですよ。しかし、か天下の、ね、いわゆる、まあ、 研究機関、天下の大学の機関あるいは天下の放送局ですらもですね私から見るととんでも説を平気で発表してますね、まあ、そういうこともちょっとね今日は批判っぽくいくつかね混ぜながらナスカ理論というものを取り上げていますけどもねまあナスカ理論をね丁寧に 解けばですね、解けなかった謎も解けてくるということです。例えば、出雲大社の、あのー、ありますね、あの本殿からで、本殿とか、現在の本殿からですね、なスかにライン引きますと、ピターッと重なる線が出てくるんですね。そしてその真横から、今度はインドのね、ジャンタール・マルタルからのラインがピターッと重なってくるんですね。で 出雲大社は、ね、昔、ね、南向きに高殿があったそうですね。それが本殿っていうんですけども、ね、それを今、出雲大社の,あの、ね、社務所の方では本殿、今、形はありませんけどね、復元座残ってますけども、その形と全く同じなのが、先ほど言いましたインドのジャンタール・マルタルの形と一緒なんですよ。でインドのジャンタール・マルタルの方はです、ね、天文観測所ということがはっきり分かっています。夏至の日、冬至の日に向けてです、ね、高殿、高殿が作ってあるわけです。そして 出雲大社の高殿もやっぱり同じような形をしてるわけですで私の復元図だけですけどね、夏至当時の時の出雲大社周辺における太陽の南中行動を調べてみたんですけども急、急な斜面になってる方があれが夏至の方向を示す高殿になりますで緩い斜面になってる方がですね当時の方向を示す太陽がね入ってくる光線を の方向を示しているわけです。つまり、出雲大社とジャンタールマンタルの作り方のコンセプトは全く同じなんです。しかし、出雲大社の方はそれについては説明してませんよね。しかし、ジャンタールマンタルの方、インドの、ね、方はですね、天文観測所になっているんです。で、ここで話が終わっただけではですね、出雲大社天文観測所説というのは出てこないわけです。ところが、いいですかここが重要ですよ。ナスカ理論で調べるとですね、出雲大社のラインとジャンタールマルタルのラインが重なるんですよ。 一つのプラットフォームで、そこでプラットフォーム理論が生まれてるわけですけれども、つまりそのような形で、いわゆる神々はですね、私たち人間にメッセージを残したということになるわけです。ね、どういうメッセージかというと、イズム大社というのは天文観測所なんですよ。 つまり関連する遺跡からのラインというのは一つのプラットフォームに集まるんですよね。例えば、エブベリのラインと、ショリアのラインと、それから、えー、ポケケアとかね,、えー、ね、ジャール、ラオスのジャール平原からのラインが一つ集まるんですよ。全部列席、いわゆる小読み列席なんですよ。カレンダーなんですよ、はい。ということで、一つのポイントに集まってくるわけです。それもそれのためにあのラインを 神々が引いておいてておくれたわけですですから私はナスカラインイコールいわゆる神々は人間に残した歴史遺産ライン説ということを唱えていますつまりナスカラインをですね丁寧に解読することによって人間は神と人間の織りなしてきた地球してものを知ることができるっていう性説と結びついてくるわけです。 まあこのようにですね、まあ、神々というのはその都度私たち人間に、ね、いろんな形で接触しながら、そして自分たちの記録を残してくれたわけです。ダヴィンチもしかり、ミケランジェルもしかり、まあとの、ね、ラファエルも、ねえー、レンブラントもそうでしょうね。それから、まあまあ、1900年前後には、例えば、ね、ブーグローもそうでしょうし、ブラースもそうでしょうし、コットもそうでしょうね。そしてさらに近年になってはですね、パール・ベイカスの先ほど言いました、ゲルニカもそうだということですね。だって、 あれはゲルニカじゃないんだもん。その証明しましたからね。私、全部一つ,ずつ、全部,全部証明しましたよ。はい。ですから、それはまたゲルニカのところを見てください。イコール裏を返しているとですね、ゲルニカをですね、私の動画を見て、見てですよ、丁寧に、まあ、それを分析してくださればですね、神というのは存在したんだ。つまり、あの絵を描いたのは、 ピカソ、パブピカソというただの人間ではない。ピカソには描けるはずもない絵だったということになってくるわけです。なぜならば、あのゲルネカネカに描かれている神々はですね、すべて2012年以後の私、林宏士が発見した事実ばかりだからです。本当にそうですよ。全部ですよ。ですから、パブピカソが1937年になる発表したときにですね、そんなことを知るはずがないんです。言い換えるとあの絵は誰が描いたかというと、 神その神は誰か、カインキリストだという正体も突き止めました、まあ、な,などなど、そういう形でね、まあ、神と人間の織り成す地球をしてもうものが分かればです、ね、神は存在するということが、皆さんにも納得していただけるわけです。物理的な物的証拠を伴って、実在するということですすもっとととはければ実存するいうことなんです。 霊的な問題だとかね、あやふやで夢で聞いたとかね、霊感で聞いたとかね、お告けがあったとか、刑事を受けたとか、そういうあやふやなものは一切私は使ってませんから。そして同時に皆さんにね、私はただのし度もこんな言葉を使ったことありませんよ。林博を信じてください。これを使ったらおしまいでしょうが、宗教でしょうが、私はそんな言葉は一度も使ってませんよ。 ただ私の動画を見てください。皆さん自分で目で見て判断して、そして結論を出してくださいとは言ってますけども、そういう曖昧なね、どっかのインチキ宗教団体が行って、そしてこの壺を買えばい、過去の因縁を取り除くことはできますなんて言ったことありますかそんなことは全然信じてませんので、ね、過去世来世、そんなもの全然話の中に出てきませんから。 なぜ現在の仏教徒やキリスト教徒たちは、そうああいう連中に対してもっと議論を吹っかけていかないんですか、私だけでしょうが、日本で最大の宗教団体に向かって、考冊本書いて、まあ、やんやんやんやでね、連日ね、連日ありませんけど、土日はね、えー、と金、土、土ですね、波状攻撃なるものを受けてね、たかれ叩かれ、非難され、お前な、夜道は一人で歩くんじゃねえぞ、5年後には結果が,結果が出るから、楽しみにしとれってこう言うでしょう。 お前の死に側の醜い顔が楽しみだとかってね、こういうふうに言って、みんな、セデルフ残して、お前はな、頭が七つに割れて死ぬぞ。その時は俺たちが立ち上がったことは分かるだろうって言って、彼ら言うところをね、聖書をですね、みんな頭にこうやって置きましてね、みんなずらっとこうやって頭に置いて、私のところに玄関先でワンワンワンは咲きましたよ。はい。そういうことも経験してるんですから、なぜやらないんですか。 それが不思議だということですね。なぜならば、簡単ですよ。真実、絶対的な真実者でいると言いながら、だと言いながら、真実の追求をどこでもしてない。それがもう問題だということです。だから真実の、絶対的な真実、神は仏をめがけた真実の追求をしてないから、絶対的な善なんか生まれるわけないんです。そうでしょうどこに善がありますか ねえ正月になりますと、車のお祓いをしてますよ、あちこちの神社では。車ですよまあ、無病息災ということになるでしょうけどもね、絶対的な善なんかどこにあるんですか、絶対的美なんかどこにもないでしょう。なぜならば、絶対的な真実が本気幹にないから、だから全国の僧侶や聖職者は、もっともっと絶対的な真実を求めるべきじゃないですか、神はそこにいるんですから。 私のこの部屋だってもう何度も来てるんですよ。緑に取られたのは6階だけですけども、6階ばかりじゃないんですよ。まあ、それを言ったらね、信じてくださいってい話に結びつきますからね、ここでストップしていきますけども、そういうもんなんですよ。はい。だからそれを信じて、信じてというか、私の動画を見て自分で判断して、神はいるんだということを自分で確認して、そういうふうな正しいですね。 皆さんもどうか遠慮なく、聖職者の方も僧侶の方も絶対的な真実を求めて上に向かってくださいよ。下に向かってね、はい、このお札買えばね、あのー、なんて言いますかね、お守り買えばね、はい、この樹を買えば、はい、このね、えー、なんかを買えばね、あのー、幸運が開けますよ。この壺を買えばね、あ,あなたのね、 これから現世が未来が開けますよなんてね、金儲けばっか考えてるじゃないですか。<laughs> ねえ当たり前ですよ、もともと真実を追求してないから、ストーンヘンじゃなの話に戻しますけれども、本当に真実の追求者であるならばですね、同時に善を求め、その反対側にある悪を憎むはずですから、その悪を憎んだこの動機っていうのはどこにも表れてないじゃないですか、認識の、ね、隕石遺,遺跡見せつけられて、ねえ。 はいって言って、今に騙されたことが分かったとしても、研究を控えせーって、なぜ言わないんですか、もともと自分の金じゃないから、はいいそういうことなんですよ、ね、むしろイギリスでね、ストーンヘンジへ行って、観光気分で行ってね、ずっとそこに住んで、楽しんでこられたんじゃないでしょうかね、もともといわゆる、なんて言いますか、動機がです、ね、不純だからですよ。 つまり、私たちが目指すべきはですね絶対的な真実であり、絶対的な善であり、絶対的な美だということです。それを神というんですよ。ね。はい、ということで、今日またね、同じような結論になりましたので、今日のビデオ代わり終わりますけれども、まあ、これ、今、時刻はですね6時43分になったところですね。ということで、まあ、長い話になりましたけれども、今日ね、えー、今日は土曜日ですね、えー、8月13日、土曜日です。ね ということで、えー、まだ早いですけども、今日一日、素晴らしい日をお過ごしください。まあ、コロナにはですね、くれぐれもお気をつけください。はい。では、失礼します。バーイ。ああ、そうそう、最後に一言。あのコメントくださいました。名前言っていいのかなあの、1ちさんですよね。どうもありがとうございました。心の中ね、ぽっとね、あったかくなりました。いつも応援のコメントありがとうございます。どうか 素晴らしい日をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。バイ。これラ3者がここで重なります。 三つのラインがですね、ここで重なるということは、同じコンセプトで作られたカレンダーである。なあち、こうしたカレンダーを作るように指示、指導したのは、我々が神々と呼ぶエイリアンということになります。人間ではありません。因果人ではありません。そしてもう一本、赤い線が加わりました。これが処理や遺跡の、からのラインです。処理や遺跡です。まだ日本ではほとんど知られていないと思います。 これが処理屋から引いてきた線ですけども、この赤い線がこのラスカラインのここに集まります。なあち、この4社は皆カレンダーとしての機能を持っていたということになります。これが処理屋です。で、処理屋カレンダー、処理屋のカレンダーを、まあ、簡単に説明しますが。 この赤い線が処理屋から引いてきた線です。井戸経路はここに示しておきますので、皆さんご自身でご確認ください。大切なことは自分で確認することです。長い歴史の中で、まあ作られた、まあ作り話の上で、まあ判断するんじゃなくて、今こうして私たちは自分たちで検証できる時代になりました。で、話を戻しますが、これが大占領マウンドです。で、民が双子山マウンドです。 これら二つはですね、二重の枠で囲まれています。それだけ重要な前方後円墳であることを意味します。そして、えー、ナオミ BK さんの、まあ、くださったメール、たったこの一文がですね、大変な重要なヒントになりました。もう一度繰り返しますと、前方後円墳、私たちは日本では前方後円墳と呼んでいますが、それは突型の、いわゆる、まあ、天、天文、 観測所ということになるわけですね。そして左の漏れの方は地面に掘り込んだ、まあ、天文観測所な読暦として機能したわけです。そして右の前方根円符は凸型のいわゆる天文観測所として機能したということになります。そしてこのほどた、ほどた、漏れからホドタに線引きますと、ホドタの 前方後円符を二つに割って、そしてそのまま、えー、大占領マウンドへとつながっていきます。そして、これら両者の間にあるのがエイブベリーす、すなわちカレンダーですね。これがカレンダーということになりますと、その双方はカレンダーということになります。えー、モレーとエイブベリーはナスカでつながり、そしてエイブベリーと、そして日本の大占領ともつながっていくわけです。 が、ここで話が終わるわけではありません。最後のダメ押しをしておきたいと思います。この黄色い線は、モレーから引いてきた線です。下の方が、モレーということになります。そして、日本列島を横切ります。注意深くご覧ください。この黄色い線は、モレーから引いてきた線ですよ。いいですか皆さん。注意深くご覧ください。モレーから引いてきた線ですよ。そして、この線はですね、 ほトたマウンドを新直線に横切ります。エラーは0メートルです。0メートルです。そして先に進みますと、青塚古墳が出てきます。私が前方後円墳の謎を解いた古墳です。そしてこの線をもう少し行きますと、大雪量マウンドへとやっていきます。エラーは0です。0メートルですよ、皆さん。0メートルです。さらにこの線を、さらに、まあ、上の方に行きますと、 四国を横切り、そして九州アイランドへとやってきます。今四国を横切りましたね。そして九州アイランドへやってきました。そしてこの線の直下、やや左寄りにサイトバルが見えてきます。ここがサイトバルです。これが今引いてきたモレーから引いてきた線です。左下にサイトバルを見て、そしてこの線はどこ行くかご存知ですか皆さん。 日本で最も生産中の生産、天孫降臨の山と知られている、あの、高千穂の見えと来るんですよ。これを偶然とあなたは言いますかこれは偶然ですか皆さん。これが今日皆さんにお見せできる私の証拠と証明です。 Wikipedia English writes about Japanese mythology as follows Japanese mythology embraces Shinto and Buddhist traditions as well as agriculturally based folk religion. The Shinto pantheon comprises innumerable kami in Japanese for gods or Spirits This article will discuss only the typical elements present in Asian mythology such as cosmogony important deities and the best known Japanese stories Japanese myths as generally recognized in the mainstream today are based on the Kojiki the Nihon Shoki and some complementary books the Kojiki, or Record of Ancient Matters, is the oldest surviving account of Japan's myths, legends, and history. The Japanese mythology starts with the story of Izanagi and Izanami. Who are these gods, Izanagi and Izanami? Are they just レジェンドリーディエティス in japan。日本の神話はイザナギ。イザナミで始まります。では、そのイザナミ。イザナギとは誰なのでしょうか。イザナミ。イザナギはただの伝説上の神なのでしょうか。一般には。 イザナギは男神イザナミは女神と表現されていますがウィキピディアの方ではイザナギもイザナミも男神となっていますここが今日の一つのポイントかと思われます広林浜祭ジャパン 日本の神々の系図を簡単に説明しておきます「イザナギと「イザナミです天照やスサノオなど多くの神の父神であり神武天皇の繰り返します神武天皇の七大先祖と言われています右が「イザナギ、左が「 イザナミですそのイザナギイザナミの間からアマテラスそしてスサノオという神が生まれますそのスサノオの子供あるいはその流れから大国の主あるいは大国主の神が生まれます 出雲大社の出身ですそしてアマテラスの孫がニニギと言われていますアマテラスの孫にあたりますから天孫ということになりますそのニニギは高千穂の峰に降り立ちます高千穂の峰は 日本で最も神聖な生山中の生山ということになりますその仁義の孫が神武天皇ということになりますその神武天皇は位につくと九州の日向から近畿の橿原へと都を移します その高潮の見重とペルーのナスカとは大変深い関係にありますここでは簡単に林宏氏のライン理論によってそれを説明しますライン理論というのは偶然ではありえないという関係をライン上で証明しながら偶然ではないつまり 人為的にそのような位置に定められたということを証明していく理論ということになりますそこでこの動画の中では最後の神武天皇が物理的に実在したという証拠を皆さんにお見せすることによってつまりこの経図に示されている神々もまた実在したということを 証明していいきたいと思います神武天皇は実在しました物理的に実在しましたその証拠が物理的証拠が那須カ高原に残っていました続く動画の中では神武天皇が実在した天皇であるということを証明しますと同時にその事実から ここに示された神々が実在したということを証明していきます。